行くぜ。女神見守る府中に天使が舞い降りる。ビクトリアに見初められた者が勝者となる。人気と実力を兼ね備えたミホノブルボン、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、サイレンス鈴鹿。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、2冠馬娘ウォッカ、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、サイレンス鈴鹿。13番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ、ミホノブルボン快調に飛ばして行きます。先頭をかけますミホノブルボン、続きましたサイレンス鈴鹿。早くも激しい競り合い。3番手には西のフラワー、それを見るように5番、外から行く菱山、外から15番、少し後ろからアグネスターキオ、その外並んで13番、2馬身3馬身開いてウォッカ、その外並んで7番、少し後ろから9番、その内並んでキングヘイロー、1番並んできた1馬身差4番、さらには6番、差がなく17番、後方2番手に12番、最後方16番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ウォッカまだ抑えたままだ。ウォッカ打ちで様子見たがる。ウォッカ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。さあここから接を伺うのは西山の。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。上方まで400、並んでくるウォッカ、外から上がってきたのはウォッカ、西山の先頭に変わった。ウォッカ突っ込んでくる、まずって上がってくる。ウォッカ残り200、見せてやるぜ。サイレンス鈴鹿、苦しいけど粘っている西山ゾン、追いすがるウォッカ、かわすかウォッカ、完全に抜け出したウォッカ、差し切ってゴール。しのぎを削る熱い戦いを制し、見事女王の戴冠を受けたのはウォッカ。2着西のフラワー、3着に入ったのはサイレンス鈴鹿。